現地在住者が語るマニラの沖屋。マニラに沖屋という存在があるのを知ったのは、現地在住歴が俺より長いカツさんの話からだった。マニラで沖屋がある場所。マニラやアンヘレスといった地域で夜遊びに慣れているあなたですら、沖屋も同じような観楽街、風俗街の目立つ場所にあると考えているかもしれない。実際は、その日本語のイメージが合うように、普通の住宅街に紛れ込み、 一般的な民家の顔をししてて営業している相場は大体いい5,000円前後というところ連れ出しは大抵のお店では朝まで大丈夫だマニラの沖屋は日本人が普通に歩いても安心できる綺麗で安全な街マカティの場合はパラナンにあとは俺が一時住んでいたマラテ夜遊びで有名なエルミタ地区に多いちなみにこのマニラのエルミタ地区には純粋な沖屋ではなく バーという形で営業しているお店も少なくない普通のパブやミュージックバーと違うのは中に入れば一目瞭然女性が並んで立っているのであなたもすぐに気づくだろうマニラで沖屋に行く時の注意点マニラの場合まずは沖屋から女性を連れ出したらどこかに飲みに行くなど相手のことを知る方がいい明らかに若い場合は 未成年でないかどうかをしっかり確認しておくのが無難だ。ここを適当にスルーすると、後で大変なことになる。日本の有名な芸能人が拘束され、大金を要求されたのは有名な話。マニラで遊ぶなら、日本製の避妊具を持っていくのは当然。現地のものは残念ながら信用できない。置屋の女性を相手にするなら、こういったプロテクトは必須になる。宗教上の理由もあり、 彼女らは避妊に対して無頓着なのであなた自身の意識が大切と言えるさらにはこうした住宅街にある置屋の場合は必然的に人通りのない通りを歩いたり日本人をはじめ外国人があまり来ない場所になるお店に向かうときは時間帯や格好には注意を日本人はフィリピンに来るとなぜか優越感を感じる男性が多く気が大きくなりがちになるとにかくこの国では 明らかに目立つことは危険ちなみに複数人で行くと値引きの交渉もできると話していたのは沖キ好きの高橋さんだったマニラ移住に失敗し結局国内移住で落ち着いたロシア人ビジネスマンのヤンスキー沖キの話をしたら鳩が豆鉄砲を食らったような顔をしていた俺と同じ元ネガティブの彼は今でも企業の失敗を気持ち的にズルズルと引きずっている